ジェメシュノの非正天の聖母マリアと大天使ミカエル教会にあるスタニスワフ・コジエロフスキを記念したプレート。スタニスワフ・コジエロフスキは、ポーランドのカトリック聖職者で、歴史家、ドイツ帝国ポーゼン州トレメス戦に生まれた。カトリックの聖職者であり、1919年にポズナン大学の4人の共同創設時の一人となり、領大戦間期には、 人文学部の准教授を務め、1938年以降は名義上の教授となった。さらに、ポーランド学習院の会員であった。大ポーランドやポメラニアの歴史と、それに関連して、文章学や固有名手学などを専門としていた。ポズナに拠点を置き、1945年4月7日に、 最初の会合を開いた民間スラブも地名復興委員会の委員長となり、東ポメラニアとシレジアについて、鉄道駅などの地名のポーランドを固化作業に当たった。この動きは中央政府による地名決定委員会の取り組みに先んじるものであったが、コジエルフスキラが提案したポーランド語地名は必ずしも地名決定委員会には採用されず、 さらに別の名称が後から決定された例もかなりあった。コジエルフスキの著作で最も影響力が大きかったのはアトラスナッツォ・ジョバグラフィックスニッチスローエンシャチャイズニー・ザコドニッチで現在のポーランド北西部とドイツ北東部の地名の歴史をカバーしたものであった。第二次世界大戦後、この地図帳はポーランドの地名決定委員会が旧ドイツ東部領土の場所や 集落のポーランド語名称を決定する際に、しばしば転居として用いられた。1949年に、ビエルコ・ポルスカ県ビンナグラ村で死去した。ありがとうございます。